問題です。25年前1996年のこのレースの2着馬は何？はいどうも、秘密結社フレガム総帥ハッチーでございます。まあ、ちなみに冒頭のクイズの答えはマジックキスということでね、これ思い出深いレースで、僕がまあ競馬に興味を持ち始めてねちょっと経ち、まあ未成年だったこともあったり、まあ本当にここでお金儲かんのかなみたいなこともあったりしてね、馬券の予想をまず始めてみて、買ってないんだけれども予想が初めて当たったのがこのレースだったということで、まあ正解はマジックキス、これがね本命だったんですね。まあ大体馬連で軸1頭紐5点ぐらいでいろいろ予想をしてみて、それが当たるかななんて毎週やり始めて初めて当たったのでね、軸にしてたんで、まあよく覚えてたということでございます。まあ、そう考えると競馬歴25年ですか。まあ、当時は12月のレースでしたけどね、名前も阪神牝馬ステークスじゃなくてね阪神牝馬特別っていうレース名で、これ2001年から変わったのかな。まあそんな感じで、まあ、今でも阪神牝馬特別って言った方がしっくりくるんだけどね。まあそんな思い出深いレース今回も予想をしていきたいと思います。というわけでね、今回のフレガム財予想のポイントなんですが、まずはねやっぱ大事なのは阪神の前を適正、まあ桜花賞以上にね、桜花賞の場合は完成度とかいろいろ出てくるんだけど、小馬になって完成した馬のレースだけになおのこと、まあこのコースへの適性とかね、そういったあたりも大事になってくると思います。まあそしてね今回は人気しているのが4歳4強ってことでね、まあその中での実績順と、まあ今のね見えてるネット競馬の想定人気順が違うんじゃねえかなというところをね大事にして、まあしっかりとね取捨選択をしていきたいと思います。というわけで今回もね一応軸1頭紐4点まででね前頭チェックして、まあ予想ができちゃったんでね、いつも通りと言いつつ、そうだな、もうこれも3連単でいっちゃおっか。軸1頭紐4点で12点勝負3連単1着固定でいきましょう。というわけで今回の軸なんですけれども、ネット競馬想定2番人気マジックキャッスル、名前がね僕が初めての競馬予想で軸にしたマジックキスとねほぼ完全に一致してるんですね。ちっちゃい字が何文字か入ったような感じ、もうそれだけでねあれなんかちょっと縁感じるなと、当たるんじゃねえかな、馬連5点にしといた方がいいかな、これ2着だったりしねえよね。また今回この馬がやっぱでも一番格的には上でしょう、秋華賞2着馬ですしね、デアリングタクトと1馬身ちょっとの差ですからね。まあその後の対古馬も初戦で完勝してますし、そこから一息入れての完璧なローテーション、まあこの馬で硬いなと思ってるんですよ、まあ騎手以外は。まあ戸崎がねドバイに行ってきた後の隔離期間、コロナのバカ野郎、まあコロナのバカ野郎じゃないね、逆にこれ勝ってくれたらそのおかげでオッズがついてガッポガッポだもんね。まあそれがコロナのバカ野郎になるのか戸崎のバカ野郎になるのかはね、まあ1週間後の僕の表情でというか、この予想動画の結果次第でということになるんですけども、まあ今回は軸で1着固定、一応2着も買うか。そうマジックキスがね阪神牝馬特別2着だったからね、それを思い出した以上はね2着も買いましょう。買い目24点こっそり買います。あ、動画的にはね、まあそんな感じでいきましょう。まあそんな形でこの馬を本命でいきたいと思います。まあ、そしてネット競馬の想定1番人気がデゼル、これ予想を始めた時にはこの人気順逆だったんだけどなデゼルの方がいいらしいですね。みんな3歳児のこの馬の成績って初戦はスイートピーステークスの方を勝った、オークスには出てきたけども大敗した、ローズステークス重賞の方に挑戦したら4着で権利が取れなかったって考えた時に、 G1 にしっかり出てしかも G1 2着してるマジックキャッスルから比べたら明らかに格下なんですよね。まあもちろんねお母さんがフランスのねオークス馬だったりして、結構ね古馬になってからの成長力なんてのも期待されて、そこで逆転があるんじゃないかみたいなところで人気はしてますけど、あとまあ川田が調子がいいのか、今年になってね川田が G1 で調子がいい、まあでも G1 でってなったら買うの明日でしょみたいな、土曜日じゃないでしょその明日でしょみたいな感じもしますしね。ここはもうだったらこれは過剰人気と見て思い切って消しましょう。消したことで3着に来られてね3連単って言ったよね外れたじゃんってなりそうな気もするんだけど、まあ、期待値っていうやつもありますからね、ここは思い切って消しでいきたいと思います。まあ、そして3番人気リアーメディア、まあ、この馬なんかもっとあれでね阪神ジュベナイルフィリーズで1番人気だった、1倍台のだったかな、1番人気だったってだけでまだ人気してますね。まあ、そこももちろん負けで、その後ねローズステークスでまた今のね最近のトライアル軽視の風潮の中でローズステークスの相手関係が非常に薄かった、そうだよね、リアーメディアも
ローズステークス、そう、相手関係非常に薄かったんですよ。まあ、そんな中で1着だろうが4着だろうがね、その次コバでね、こういうレースになって変えるかっていうと僕は変えません。なのでね、まあ、まとめてしましょう。ディアーメディア、ローズステークス1着馬が、まあ、この3番人気って人気順でも消し、ましてや4着馬が1番人気なんて言われたら思い切ってもう無視、まあ、そんな感じのね、心づもりでいきたいと思います。まあ、そして4番人気ギルデッドミラー、まあ、この馬でマイル路線に進んで NHK マイルカップ3着、これを G1 3着って見たらね、ここは非常に実績馬、まあ、対コバってことで言っても雑巾がけってかね、まあどうしても勝てないレースが続いてたんですが、前走ようやく形になってきたと思います。まあまあ、そして最近はね、特に週末ごとに、ね、雨が降ったりして力のいる馬場になって、ステゴ系がいいんじゃないか、ステゴールド系のね、あの力のいる馬場に対する適性が効いてくるんじゃないかというところもあってね、オルフェーブル3区に、騎乗予定、池添ですか。もうオルフェーブルに池添っていう時点で僕つい印打っちゃうタイプのあれなんでね、まあ NHK マイルカップが G1 って呼んでいいのかっていうことでいうと、ラウダシオンも高松の宮記念負けてたし、なかなかそう言いづらいんだけども、 G2 だったらなんとかなるかなと。 NHK マイルカップが G2 に落とすべきっていう人の声にはね、今から落とすほどの低いレーティングを取ったことはねえぞと。ただし G1 にどさくさに紛れて、あの G1 にしとかなかったら G1 にするほどのレーティングを取ったこともねえっていうね、曖昧なレースですけども、まあなんだかんだでね、池添がオルフェーブル3区に乗る予定らしいということで変えていきたいと思います。そして5番人気イベリス、前走ね、京都牝馬ステークスを勝ってですね、ようやくこの馬もまあコバの重賞を勝ったと。まあ、あのお姉さんのね、ベルカントっていう馬がね、スプリント戦線で活躍して、この馬もまあ3歳児の実績ってね、結構短めの距離でまず2歳児に実績を残して、そっからみたいなところがあったんで、まあ距離的にマイルはどうかなっていう印象はあると思います。ただ3歳児にこの馬、アーリントンカップ勝ってんですよね、3歳春の、まあ、あの来週だよね、来週ある重賞開催時期で言えばを勝ってるわけですよ。まあ、そう考えたら阪神マイル適性はあります。あの品系の印象でちょっと父ロードカナダは 母父ボストンハーバー、まあ、こんなところから比較的短めの距離向きかなっていう印象が強い血統でね、どうしても人気薄になりがちなんですが、それも美味しいポイント、コバ相手にようやく通用してきたっていうのも、まあ、美味しいポイントということでね、これは買いでいきたいと思います。そして6番人気ドナウデルタ、マジックキスがっていう話にまた戻るとね、マジックキスがね、阪神牝馬特別2着だった時の勝ち馬は確かヒシナイルだったんだよね。で、共通項を探したら、共通項のある馬ってので探したところね、まあ、要は冠名プラス川の名前みたいな感じでヒシナイルで、ドナウ川ですからね、ドナウ川の三角巣ですから、まあこの馬が一番そういう意味ではリンクするのかなということでね、まあそういう意味で印ったんじゃないんだけど、そういう話を思い出したということです。まあ、この馬自身はね、去年オープン勝ち果たしましたし、まあ、ノーザンファームの両血馬、お母さんのドナウブルーの妹にですね、ジェンティルドンナっていう G1 7勝馬、三冠牝馬、ジャパンカップ連覇、引退の有馬記念は圧勝、まあ史上最強牝馬って言える牝馬の一角だと思います。アーモンドアイとどっちが強いって言われたら、まあこうね、なんていうか、 世代の補正でこうジェンティルドンナを主張したくなるんだけど、まあ難しいよねそこはっていうぐらいのレベルの牝馬のお姉さん、初子の牝馬でね、重賞2勝して G1 2着があってって考えると、まあ非常にね、優秀な牝馬でした。これのね、子供ということで、ノーザンファームの超良血ですよ、これ。まあ、そうなってくるとね、もちろんこれ、このお母さんのドナウブルーだったり、その妹ジェンティルドンナだったりが、石坂正厩舎でこう活躍をして、まあ、なのでね、この最後の1年、まあ、今5歳ですから、この引退までの最後の1年は、転厩しなきゃいけないというのを承知の上で、石坂厩舎でした。去年の不振の原因ってそれだったんじゃないかなと。まあどうしても引退のね、最後の方でゴタゴタしていた厩舎ということもあって、結果が出なかったのかなっていうところから、
高野厩舎でしたっけに、まあ、移籍しまして、これで調整の主導権が完全にノーザンファームに行ったわけですね。高野先生が餌をあげていると、まあ、そういった中で調整の過程が、まあ、石坂先生のパターンからノーザンファームのね、しっかりしたパターンにマニュアルが変わって、ここで一つ流れが変わるんじゃないかなと思っています。まあ、そういう意味でもね、まあ、軸にして、まあ、ノーザンファーム万歳ってやるつもりはないんですけれども、まあ、去年のこの悪い流れが変わるんじゃないかなという期待は込めて、紐には拾っておこうというところも含めてですね、変えていきたいと思います。まあ、そして7番人気プールビル、この馬人気してくれねえかな、もうちょっと。ただし、まあ、僕は馬券は買うつもりはないんですけどね、この馬のベスト条件は 1400m 戦、まあ、なのでね、まあ、馬券的にはマイルのここは消しでいきたいんですが、ローテーションの組み方としてはね、最近はこう休み明け間隔を空けてのローテーションっていう方が重賞に向けてのベストの調整ということはね、結構はっきりしてきていて、5ヶ月ぶりというのもね、ここを目標にしてきたと考えればいいとは思います。まあ、前走の2着馬の欄にね、スマイルカナって書いてあるんで、これでね、先週ダービー卿チャレンジトロフィーでスマイルカナが4着ぐらいに来ててくれたら、まあ、いや俺どうせ馬券外れてるから3着でも2着でも1着でもいいんだけど、来ててくれたら、まあ、なおのことね、それに勝ったプールビルってことで注目されてくれたんだけれど、そんな感じでね、戦ってきた相手は強いんだけど、今回ベストの条件じゃないよねというところで決していきたいということになります。そして8番人気グランドワール、ちょっとねこの馬はね、まずタイム指数とかその辺見ても、少しこの印打ってきた有力馬たちと比べたら実力的には1枚落ちるのかなというのがね、まあ、まあ、だから8番人気とかその辺の人気順なんですよね。まあ、そしてこの馬のね、ここまでの成績を見ると、ここ3年連続で2月に好走してます。去年一昨年は2月に勝ってます。で、今年は京都牝馬ステークス、牝馬ステークスだね、まあ3着、まあ、どうしてもね、阪神牝馬特別、京都牝馬特別って言いたくなるんだけども、まあ競馬始めた頃には京都牝馬はステークスだったのかな、もう、まあそんな感じでね、言いたくなるんですけれども、3年連続で2月に好走した後、次のローテーションで阪神競馬で負けてます。去年一昨年はね、今年も負けるんじゃないかなということでね、まあそれだけでも、それだけじゃなくね、やっぱまあ前走だけで復活したって言えるかっていうと、前走のね、指数面で見るとそんなに上昇してないんで、まあ、そういった意味でもここは消していきたいと思います。そして9番人気エーボス、去年の桜花賞以来のレースとなります。フィリーズデビューでね、好走し勝ってね、権利を取った馬なんですけれども、桜花賞以来1年ぶりっていうのはさすがに買えないですね。まあ、ですのでね、まあ、ここからあと1戦2戦使ってちょっとずつ調子を上げていくっていうパターンなことは間違いないと思います。もちろんね、フィリーズデビューを勝った馬ですから、この3戦目4戦目夏ぐらいかな、芝1400あたりのレースを使った時にガツッとね、勝負したいなとは思いますけれども、ここはさすがにローテ的に変えないなと。対古馬初戦がどうこうっていうよりは、もう1年ぶりってことはもう故障明けでしょ。故障明けってことは、まあさすがに調整的にも厳しいよねということで消していきたいと思います。で、続いて10番人気名勝ブロッケ、まあ、この馬もね、もう7歳ですからね、ババアとっとと引退してっていう感じのね、テンションになりつつありますね。まあもちろんね、ただ前走が10着っていう大敗の理由っていうのが、例えば半年の休養明けっていうのはあったのかなって思います。ただその前はね、短距離路線を使っていて、スプリンターズステークスの7着っていうのも結構頑張った部類だと思いますし、その前のセントウルステークスに至っては、まあ2着6歳のね、秋で重賞2着、しかも勝ち馬ダノンスマッシュですから、まあ、スプリンターズステークスも2着だった馬、その後香港で G1 勝って、高松の宮記念も勝ってね、久しぶりに馬券当てさせてくれた馬ですからね、そこに 0.2 秒差って書いてあるから1馬身ぐらいか迫ったってことは、まあ短距離は強い馬なのは間違いないと思います。まあ、ダノンスマッシュとはね、常々 0.2 秒から 0.5 秒差 2,3 馬身っていうことはね、かなりもうスプリント戦では強いんですけども、ただ六甲ステークスでの負けも含めてマイルってこと考えると、これはちょっと買えないなということで消していきたいと思います。で、続いて11番人気ロフティフレーズ、
これ11番人気でもね、単勝の想定オッズが 203.8 倍って今この瞬間ね、取ってる瞬間の数字でなってるんだけど、これはね、狙っていきたいなと、買いでいきたいと思ってます。まあ、昇級3戦目っていうパターン、ここまでずっと狙ってきて、まあ、その中でもね、今回昇級3戦目っていうよりは、最初こう、バーッと見た時に、勝った時のタイム指数、負けた時のタイム指数みたいな感じで見ててね、この馬一応、前走、市川ステークスの、勝ち時計っていうのがここでも十分通用するだけの時計は出してはいるんですね。でそこから昇級明け3戦目、まあ市川ステークスも中山の芝1600のレースで、その後ねニューイヤーステークスは8着とはいえ 0.3 秒差、前走中山牝馬ステークスで、まあ、不良馬場と市原の距離延長大きく負けてんだよね。まあこれで人気をガタッと落としてくれてね、人気をガタッと落としてくれてってことは、まあ次の距離短縮、そして今週末は晴れ予想狙わなきゃいけないよね。まあ中山の方がいい馬かなっていうのはあるんだけれども、それでもね一応小回りのマイル戦ということで、この馬に適性があるコースじゃないかなということで買いでいきたいと思います。でまあ本当はね、この馬が最初予想始めた時点では13番人気で、なのでね、ここまでで 全頭ね、一応予想コメント打っちゃったんで全部いきたいと思います。続いて12番人気の名勝勝負なんですけども、まあ前走はねちょっと休養分けが苦手っていうようなね、戦績が出てるんで惨敗はやむなしと、まあ、ただねやっぱりその前から負けてるんですよね。叩き両下型のタイプとはいえ、もう2戦3戦様子を見て、ここの G2 じゃ厳しいかなと、ここでもう1回 1. 点何秒負けてもらって、次かその次あたりでオープン特別で、まあこんぐらいの人気順でね、でもやっぱ持ち時計あるじゃんみたいな感じで来るよね、このこんだけメンツが薄くなればみたいなタイミングを狙っていきたいなということで、今回は消していきたいと思います。まあ、そして13番人気メジェルス、この馬が昇級後1年去年のこのレースも出てるんだけど、去年は昇級初戦で厳しいかなと、その後まあ結果出てればなというところなんですけどね、1年結果出てないと今回も買えないよねやっぱりと。明け6歳ってなってくると、これがまだ5歳とかだとね、まあでも徐々にまだ成長あるかななんだけど、明け6歳ちょっと買えねえなと、実績的にも足りないよと。ただねこれ C 広文厩舎に転級してますからね、これも転級後の調整って考えると、まあ先ほどの6番人気ドナウデルタと同じで引退厩舎から転級したパターンかな。まあそんな感じでね、厩舎変わってるんで狙いたいなっていうのは要素が一つあるんだけれども、さすがに実績的に厳しいかなということで消しにしました。まあ、そんなわけでね、要素のある馬ない馬消しの中でもちょっと話はしたと思うんでね、まあ、一応軸一頭紐4点、3連単の1着固定と2着固定の24点かな、そんな感じで買っていきたいと思っております。以上ハッチーでした。